にちは。発達障害児の支援サポーター夢かなえです。私は保育士資格を持つ発達障害児の母親です。今回は ASD の特徴3選で取り上げた、つい喋りすぎてしまう小学生 D さんの事例について対応策を考えていきます。 D さんの学校での状態を振り返ってみましょう。昨日勉強した光合成って覚えてるかな？はい。葉っぱに太陽の光が当たると養分が作られるんだよね。それを光合成って言うんだよね。私も太陽の光に当たるとすごく元気になる気がするんだけど、どうしてなんだろう。そういえば D さんストップ、授業を進めますよ。私一生懸命に光合成について喋っているのに、どうしてストップって言われたんだろう。ここまでが前回のお話です。 D さんは家に帰ってお母さんに相談しました。お母さん、私ってなんであの時ストップって言われたんだろう。お母さんの心の声、なんて伝えてあげたらいいんだろう。かなえさん、教えて。こんにちは。発達障害児の支援サポーター夢かなえです。 ADHD 注意欠如多動性症の特性から考えると、今回の原因は衝動的に話し出してしまった。多動性によって思考がどんどん移り変わってしまった。途中で何を話していたのか忘れてしまったということが考えられますね。ちなみに前回の動画ではこの D さんのケースをASD の事例として紹介しました。今回のケースで ASD の特徴として考えられる点は以下の3つです。こだわりが強い、共通のルールが守れない、自分のルールにこだわる、人の気持ちがわからない。 D さんは ASD と ADHD の両方の特徴を持っていると言えますね。分析はここまでにすることにして、D さんが周りの反応を見て、どうしてなんだろうと感じた D さんの気づきや、お母さんに相談した気持ちはとても素敵だと思いました。 D さんの気づきや思いをそのまま受け入れてあげたいですね。 D さんの話を聞いて、お母さんとして感じることを素直に伝えても良いと思います。その時の状況を担任の先生にも聞いて、情報を共有しましょう。些細なことでも、こんなことを聞いていいのかなと悩まなくて大丈夫です。聞いてみましょう。学校と家庭の協力が学校生活での困りごとをスムーズに解決しますよ。喋りすぎたり突然発言するのは仕方ないと割り切るしかないのかというと、そんなことはありません。会話のルールを練習する方法があります。ぜひ紹介したい会話の練習方法があるので、療育の訓練を一緒に見学しに行きましょう。訓練の邪魔にならないように、ここからそっと覗いてみましょうね。この訓練はボールを使います。ボールを持った人が話して、持っていない人は静かに聞くというのがルールです。私は昨日ハンバーグを食べたよ。次はたけしさんの番だよ。どうぞ。わーい、僕は昨日おにぎりを食べたよ。あとはそれでね。たけしくん、ストップ。どうしてストップなの？次は先生の番だよ。代わってね。はい、どうぞ。どうもありがとう。なるほど、どちらか一方が喋りすぎないようにしているんだね。先生は順番に会話できるようにストップと言ったんだね。この練習を家族と遊び感覚でやってみるのが私のおすすめなんです。素敵なコミュニケーションの時間になるし、家ではもっとリラックスしながら練習できるので、友達との普段の会話にも生きてきます。決して無理やりにならず、楽しみながらやることが大事ですよ。家族で早速やってみます。頑張ってね。